けるのも面白いというか、嫌じゃない、この人についてるディフェンスからしたら。両方来られたら嫌やな。パス出したらこの人のところにスクリーンで、こっち引っ掛けたらこの人がこう出てこう広がったら、この人にかけるのも面白いというか、この人にかけるんやったらこのディフェンスに対してこっちからスクリーン行くよと、だからこれバックドアするんかなと思うわな。バックドアとフラッシュポストするんかなと思うねんけど、んちょっと待って、こっちの人も寄ってきたぞと。こっちに行ったらここ前切れれるような、バーンって行って、でポップアウトしてスリー、この両方を引っ掛ける、嫌じゃないこの人についてるディフェンスからしたら。両方来られたら嫌やな。よく NBA でもこう、ここでハイピック、ダブルハイみたいなのあるやん。お、横でやってしまおうぜって感じ。だから、パス出したらこの人のところにスクリーンで、こっち引っ掛けたらこの人がこう出てこう広がったらよな。で、また広がったらこう来て、で2対2、ね、またこう来てこう来てスクリーン、またこう広がって攻められなかったら逆サイド、またこう来てこう来てスクリーン、だから